つは上玉だ。俺たちと遊んだらチャラにしてやるぜ。自分の身を守っただけだ。そのお前がなぜこんなところへ。ネズミ、本名はイブっていうのか。まさか、仕事よ。あんた、カランって名前の女知ってるか。人間も都市も同じってことか。あんた、ナンバーシックスの高官たちに女を斡旋してるんだってな。俺に客を取れって言ってるのか。おっさん大丈夫か。アルコールで頭がおかしくなってるんじゃ。シオン、他人のために泣いたりするな。泣くのも戦うのも自分のためにやれ。さあ帰ろうぜ。待ってくれ。この男、佐藤。笑わせるな。渡りをつけた手前、使い物になってるか様子を見に来ただけだ。ふん、どうだかな。勝手に名前をつけるが痛くなる。君はいつもイライラしてるから。誰がイライラさせてるんだ。だいたいあんたは。誰だ。理由は？あんたの言語能力はチンパンジー以下だぜ。シオ。イブ。森の民の最後の生き残りである。マザーが消滅した時点で他のコンピューターも自爆するようプログラムされていたのか。ネズミ。あんたなら大丈夫さ。何？俺は落ちているのかも。え、何？行くぞ。ネズミ！犬かしとおっさんが待ってる。急ぐ。45度の角度で1本、踊り場に床上15センチ水平に1本。ジュイちゃんは作動しない。くそ、このルートはダメか。おい、違うよな。お前がそんなことやめるんだ。シオン、俺が あんたの目覚めを少しばかり良くしてやっただけだよ。飯でも食ってからゆっくり考えようぜ。シオンの迎えか。仕事を頼みたい。仕事？金貨2枚分の仕事を断るのか。ネズミ絡みの金貨2枚の仕事なんて、毒蛇の巣に手を突っ込むようなもんだ。危険を避けてじゃ儲からない。受けてやる。約束する。へえ、心配してくれるなんて意外だな。海か。そうかもしれないな。僕は力賀さんや君に頼りすぎてる。お休みのキスか。何がお休みのキスだ。バカにするにも程がある。だから焦るな。お前、罰だ。僕に隠し事をしてこのメモのことを言わなかった。言ったって仕方ないだろ。一人でのこのこ出かけられたら叶わないと思ったんだ。心配してやったんだ。魂を送る歌高いぜ。銀貨3枚。ふん。寄生鉢のこと考えたろ。あんたの血だ。血清なんてバカなこと考えず。あんたまだわからないのか。あそこは周辺からあらゆる。動くな。
12歳でその特別コースに進むなんて超エリートだ。おい、何する気だ。局部麻酔。ちょっと待てよ、麻酔なんて打ってどうするんだ。ヌー経験あんのか。まさか、専攻は生態学だもの。けど血管縫合の基本的な知識はある。知識ね。すぐに麻痺してくるからガーゼで押さえといて。あんた変わってるな。なんで？俺の名前も聞かなんか違うけど。違う？何が？ネズミ！捕まってろ。行くぞ。ようこそリアルへ。惚れ惚れするくらいの棒読みだな。本当の悲惨を知らない人間の偽善と自己満足の物語さ。まさにあんたにうってつけだな。それはこいつだ。各種センサーを内蔵し。待ってろよ、ナンバー6。いつかお前の病巣をえぐり出してやる。人間の体内に寄生する。幸福な者たちだけど、かわいそう。クソを守りたいと思うなら。カランが着てたセーター、4年前に僕が君にあげたやつだ。いつあげたんだ。余計な心配をするなって言いたいのか。まあな。